JD スター女子プロレスはかつて存在した日本の女子プロレス工業会社ジャンヌ・ダルクの頭文字の J と D から取られている。吉本興業が中国進出を計画した際に言葉の壁から今までの芸人による工業形態では進出は難しいと判断して言葉を必要としないスポーツからアピールすることを思いつき当時ブームが沸き起こっていた女子プロレスに目を つけて、吉本女子プロレス JD の設立を計画。有限会社として、設立に際しては、吉本工業のほかテレテク、バンプレスト、朝日通信社が協力。代表に、宇津木元が就任。他団体との圧力を回避するためにあえて引き抜き等の手段を使わず当時、全日本女子プロレスにフリーとして参戦していたジャガー。 横田とバイソン・木村を全日本女子の了解を得た上で、移籍させて全日本女子を退団、引退していた、白鳥千佳子と、李幸を加えた4人を、所属選手として契約。また同じく全日本女子に参戦していたライオネス、アスカをフリーとして昇平。さらに全日本女子を引退していた、神谷美織が覆面レスラー、空ガとしてカムバックして、 後の選手は、新人から育成することで人用を整える。1995年12月24日と25日、ベイサイドジェニーでプレ旗揚げ戦を開催。ゲストに、西川清を来場させて、マスコミに対して、アピールを行った。また旗揚げ前の様子を特番として、テレビ放送するなど大掛かりな展開を図っている。1996年4月14日、ベルファーレで、 旗揚げ戦を開催。メインイベントに、週刊プロレス提供試合として、バイソン、木村対豊田奈美戦を行う。旗揚げ当初は覆面コミッショナーとして、桂三氏を起用。その後、新人もデビューして、ライオネスのヒール転向による構想等もあり、徐々に団体としての形もできてくるが、基本的にジャガーがコーチをしていたこともあり。 育成方法が全日本女子と被むる部分もあり、どうしても地味な印象が拭えず、プロレスに関しては経営経験のなかった吉本が、全日本女子をモデルに興行を開催したためファンから、全日本女子の二軍的な目で見られてしまう。さらに、エースとして期待したバイソンが引退、白鳥とリも、自分たちへの扱いの不満から対談。さらに将来のエースとして期待していた。 小杉優子や蘇我部美幸が引退するといった事態が発生して、これらのこともあり、吉本が期待していた収益を上げることができずに、苦しい運営を続けることになる。この苦しい状況を打破するために、新世紀スター誕生アクションシンデレラオーディションを開催。オーディションに合格した際には2年間限定でプロレスを行い、その後、アクション女優として吉本がバックアップするという企画で、 これが、後のアストレスとなる。苦しい経営が続く中で、大手商社による、資金面による手こ入れ、等もあったものの女子プロレスブームも終焉を迎えていた、こともあり2003年3月、吉本興業が、資本撤退して経営権を、J オフィスグループに乗として4月、団体名を、JD スター女子プロレスに解消して、吉本興業は、プロレス経営から退くことになる。 経営者は変わったものの経営は苦しいことに変わりなく2004年4月29日、高楽園ホール大会の全試合終了後に団体としての活動停止とアストレスを中心とするプロモーションへの移行を発表。その後、フリー、他団体の選手を招いた工業、格闘日と元所属選手を中心に実力派フリー選手に主眼を置いた工業、エキスパートを交互に開催したが、 エキスパートは失敗して格闘日に集約された。2005年9月、元メジャー女子プロレスエイタス所属選手と高橋七恵が所属するコプロダクションと業務提携を結んだが、約5ヶ月で業務提携を解消。2007年5月20日、解散することを発表。7月16日、後楽園ホール大会を最後に解散。解散時の運営は JD スター。 吉本工業のバックアップにより、旗揚げ前からのテレビ番組での番宣や、所属選手の番組出演など他団体に比べ、恵まれた環境にあったが団体を支えるべき、スター選手が誕生しなかったこととスタート時に、全日本女子を参考に運営を行ったためじみな印象を与えたまま最後まで、それを払拭できなかったことがわざわいして、たとえ大手の芸能プロダクションがバックアップしても、 それが成功するとは限らないという前例を作ってしまったことが悲劇とも言える。LSD はロングストロングディスタンスの略。2000年ライオネスアスカが発案してタイトルマッチなどで採用された風香り。ありがとうございます。